高知県五国神社は、高知県高知市にある神社である。国難に準じた高知県関係の戦没者四万千、四柱を祀る。高知県五国神社法散会がある。早正隊など、母親戦争の際に、統制の陣で没した土佐藩士105柱。明治維新史四,四天皇とされる、竹市藩平隊の地、坂本領前の地、 中岡慎太郎命、吉村虎太郎命、堺事件で没した11名の土佐藩士、幕末以来日清、日露、太平洋戦争にあたって、国家公共のために準じた高知県に、ゆかりのある戦没者、高知県出身並びに、縁故ある戦没者4万千余柱。明治元年、土佐藩主、山内豊藩が、藩高校高知地道館で、 春章隊などの統制に従軍し沈没した藩士105柱を昇魂し、その御霊を陳祭りするため、現在の五代山大島岬に大島岬の地に社域を定め、翌年の明治二年に伊達社の土地にちなんで大島岬神社と称して社殿春光と共に神霊を鎮座地に奉還したことに始まる。明治八年五月三十一日に昇魂社と解消。 昭和14年に高知県五国神社に改称して特定五国神社となった。第二次大戦後は占領下における宗教法人礼によって国の管理を離れ、社号も元の大島三崎神社と称していたが、数傾者多数の熱望により、1959年元の社名に服した。1966年7月1日、神社本庁の別表神社に加列する。 ありがとうございます。